こんにちは。今日から数学を始めます。皆さんたくさんコメントくださり、動画をたくさん見てくださりありがとうございます。こんなビリーおじいちゃんを応援してくださりありがとうございます。心配してくれてありがとうございます。数学と英語そろそろ始めた方がいいというコメントがたくさんありまして、数学も始めます。教科書あります。公式集ですね。コメント欄から教えていただきまして、基礎問題成功ですね、数 1A 仕上げたいと思います。教科書見ながら、公式集見ながら試行錯誤して頑張っていきたいと思います。今日はカッコ x プラス y のカッコ閉じ3乗イコール x 3乗プラス 3x 2乗 y プラス 3xy 2乗プラス y 3乗カッコ x マイナス y のカッコ閉じ3乗イコール x 3乗マイナス 3x 2乗 y プラス 3xy 2乗マイナス y 3乗カッコ x プラス y カッコ閉じカッコ x 2乗マイナス xy プラス y 2乗イコール x 3乗プラス y 3乗カッコ x マイナス y カッコ閉じカッコ x 2乗プラス xy プラス y 2乗イコール x 3乗3乗マイナス y 3乗。実数は無理数と有理数に分かれる。無理数は循環しない小数、無限小数。有理数は有限小数と循環小数、整数に分かれる。を勉強しました。これから数学を勉強します。諸先生方の動画の授業を受けて勉強します。一緒に勉強しましょう。これは数学の公式集です。今日から英語の勉強を始めます。たくさんの視聴者さんが私の動画を見てくださり、応援してくださりありがとうございます。英語を勉強した方がいいとコメント欄にもたくさんありまして、英語を勉強します。コメントで教えてもらった視聴者さんのおすすめの参考書、街に行って買ってきました。大岩先生の超基礎英文法と長文編ですね。英文法の超基礎編からやっていきたいと思います。一緒に勉強しましょう。今日は第一文型 S プラス V 自動詞、第二文型 S プラス V 自動詞プラス C 個々、第三文型 S プラス V 多動詞プラス O 目的語、第四文型 S プラス V 多動詞 O1 プラス O2、 第五文型 S プラス V 多動詞 O プラス C、 第二文型を取る自動詞の例、 become 何々になる、 look seem 何々に見える、 feel 何々と感じる、 keep 何々のままでいる。第四文型を取る動詞の例、 give 何々に何々を与える、 pay 何々に何々を支払う、 tell 何々に何々を言う、show 何々に何々を見せる、 teach 何々に何々を教える、 buy 何々に何々を買ってあげる。第5文型を取る動詞の例、 make OC を C にする、 name OC を C と名付ける、 keep OC を C の状態に保つ、 leave OC を C の状態のままにする、放っておくを勉強しました。後半は諸先生方の動画を見て授業を受けて勉強します。一緒に勉強しましょう。英語を勉強します。休憩タイムのコーヒータイムです。コーヒー入れますね。こんな感じです。コーヒーのいい匂いがしてます。うん、美味しいです。町へ出てたこ焼きを買ってきました。こんな感じです。コーヒーのおやつにします。いただきます。うん、美味しい。たこ焼きはたまに食べたくなりますね。たくさんの方が私のビリーおじいチャンネルを見てくださってありがとうございます。チャンネル登録していただいて、私を応援してくださってありがとうございます。ビリーおじいちゃん頑張ります。かつお節が美味しいですね。たこ焼き美味しかったですね。ビリーおじいちゃんは今日は皆さんに勧められた参考書を町の本屋さんに行って買ってきました。科学と物理は初学者なので、教科書を読んでまとめて写してました。そしたら視聴者の方がいい参考書あるよって言ってくださいました。勧められた参考書です。こんな感じです。
この参考書で勉強したいと思います。宇宙一分かりやすい参考書、科学が宇宙一分かったような気分になりますね。この参考書を紹介してくださってありがとうございます。鎌田先生の科学基礎はじめ、鎌田の理論科学の講義、大岩の一番初めの英文法、超基礎文法編、英語長文編、漆原明先生の物理基礎、物理波動原子論です、電磁気編ですね、力学、熱力学、教科書見ながらの形になると思うんですけど、この参考書で頑張ります。科学の勉強を始めます。皆さん、ビリおじいちゃんを心配してくれてありがとうございます。いろんなコメント、本当に参考書を教えてくださってありがとうございます。教科書はあまり良くないという話で、鎌田先生の科学基礎を初めから丁寧にですね、宇宙一分かりやすい高校科学ですね、スイスイ読めてます、分かりやすいですね。これ紹介してくださってありがとうございます。鎌田の理論科学の講義ですね、これもコメント欄にやりましたので、と教えてくださってありがとうございます。これで勉強したいと思います。今日はイオン化傾向を勉強しました。金属単体が水中で電子を失って陽イオンになろうとする性質をイオン化傾向という。大きな順からリチウム、カリウム、バリウム、カルシウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、亜鉛、鉄、ニケル、スズ、鉛、水素、銅、水銀、銀、白金、金。覚え方はリカ、バカ、ナ、マ、ア、アテにするな、ひどすぎる、借金。リカ、バカ、ナ、マ、ア、アテにするな、ひどすぎる、借金。リカ、バカ、ナ、マ、ア、アテにするな、ひどすぎる借金を勉強しました。これから物理の勉強をします。視聴者さんからコメントで教えてもらった本があるんです、宇宙一分かりやすい高校物理。そしてもう一冊コメント欄で視聴者さんから紹介してもらったのが、漆原先生の物理基礎物理力学編ですね、熱力学編、面白いほど分かる本、勉強したいと思います。紹介してくださってありがとうございます。勉強の後は楽しみなランチタイムですね。今日はオムライスです。サラダ、おにしめもあります。こんな感じです。オムライス、たまに食べたくなりますね。おでん、おにしめ、いつものレタス、マヨネーズです。いただきます。野菜大事です。牛乳です。うん、うまい。100% オレンジジュースです。おでんですね。人参、大根。たくさん食べて風邪ひかないようにします。エビとホタテ、豚肉が入ってますね。イタケとかまぼこ。ビリおじいちゃんのことをたくさんの方が応援してくださり、アドバイス、いろんなことを教えてくださり、本当にありがとうございます。感謝してます。卵、教科書よりも参考書で勉強した方がいいとたくさんの方から言われました。初学者にとって、例えば宇宙一分かりやすい高校科学とか、宇宙一分かりやすい高校物理とか、大岩先生の一番初めの英文法、英語長文、すごく分かりやすくありがたいです。本当に教えてくださってありがとうございます。ビリおじいちゃんは教えられたその参考書で勉強します。ありがとうございます。こういう勉強本がいいとか、参考書がこれがいいとか、本当に教えてくださってありがとうございます。感謝してます。ビリおじいちゃん頑張ります。数学と英語も始めます。美味しかったです。ごちそうさまでした。